皆さん、お元気ですか？ようこです。ようこチャンネル演歌歌謡曲レッスン。今回のレッスン曲は、水森かおりさんの九十九里浜です。水森かおりさんの曲は、一番高い音を楽譜で確認したときには、原曲キーで歌えるかも、と思っても、実際に原曲キーで歌ってみると、いやー、きつー、と、一筋縄ではいかない高音域にヘロヘロになってしまったなんていう方もいらっしゃるのではないかと思います。この曲に限らず自分にぴったりなキーを見つけたいなぁと思っていらっしゃる方も多いのではないかと思いましたので、この度ようこチャンネルぴったりなキーで歌おうというサブチャンネルを立ち上げ、いろんなキーのカラオケを配信していますので、このレッスンと合わせてぜひともご活用いただければと思います。この動画の説明欄にサブチャンネルのリンクを貼っておきますので、タップまたはクリックしていただき、ぴったりなキーで歌おうを訪れてみてください。さて、今回取り上げます九十九里浜は、ヒュルヒュルと鳥が舞う、泣いていいよと波に舞うという予告編とも言うべき印象的なメロディーから始まり、本格的な前奏を挟んで本編に入るというとても個性的な構成がなされています。今回のレッスンではどのようにすればこの壮大な楽曲に歌い負けしないで水森かおりさんのように素敵に歌うことができるのかを深掘りしてみたいと思います。それではレッスンの前に私の歌唱で申し訳ありませんが、九十九里浜をお聴きください。この曲は一拍を三つに分けたリズム、いわゆる三連符を基調にした曲です。1、2、3、4というようにテンポも早めに進んでいきますので、置いていかれないようにリズムに乗って歌っていきます。そしてもう一つ皆さんに注意していただきたいことは、この曲の最初のイントロが2小節しかないということです。最大のアピールポイントの一つである印象的な予告編に入り損ねてずっこけるというパターンもありえますので要注意です。イントロの2小節目が、ヒュルヒュルと
かけを取りやすいメロディーになっていますので、このメロディーを覚えて4拍目からインパクトのある強い声量で入ります。最初の日の後のルは、本来の楽譜では色ペンで示している高いドまで1オクターブ上げるようになっていますが、水森さんは女性の柔らかさを表現するためにドまでは上げないで、少し低い音でセーブして優しくしゃくり上げるようにして歌っていらっしゃいます。次の小節のルは、優しく滑らかに持ち下げたら、とはシューッと音量ゼロにします。1、2、3、ヒュルヒュルと。そして4拍目から鳥がと歌ったら、まを滑らかに持ち下げて、うは寂しそうにやや弱い音で伸ばして、3拍目で息継ぎをします。鳥が舞う、ヒュルヒュルと、鳥が舞う。そして4拍目からやや強く泣いてに移ります。いは優しく突き上げるように歌います。いいよは、はじめのいいをキュッとひとまとめにしてから、一拍の最後でよにつなげるように歌うと、若々しく軽やかに歌えます。とは2拍目の拍子に遅れないように気をつけて、控えめな音量で一拍伸ばします。泣いていいよと。続く波に舞うの部分は、予告編の中でのクライマックスです。声の限り叫ぶような気持ちで歌います。なは舌をしっかり上あごにつけてから、なのように強く発音します。4拍目から波にと正確に3連符のリズムで歌ったら、には次の小節の1拍目の3分の1まで伸ばします。そしてその1拍目で唇をしっかり合わせて、まと発音します。このまのタイミングですが、入るタイミングが難しいので、出遅れないように気をつけましょう。それからすぐに持ち下げて、2拍目でうに移れるようにリズムよく歌っていきます。うは4拍目まではストレートに、その後はゆらゆらとバイブレーションをかけて思い入れたっぷりに伸ばして、次の小節の2拍目くらいで音量ゼロにします。波に舞う、泣いていいよと、波に舞う。それではヒュルヒュルとから波に舞うまで、原曲キーからマイナス1の伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。同じ部分を陽子の手作りカラオケに合わせてお一人でどうぞ。本編が始まる前に4小節の伴奏が流れます。その後本編は1拍目からやや弱くつぶやくように始めます。海の青さがの部分は、言葉を一つずつ
三連符のリズムで正確に刻んでいきます。うは優しく突き上げて、海の、青さは軽やかに、がはぼそっとつぶやいたらすぐに音量ゼロにします。青さが、海の青さが、なおさは4拍目から3連符のリズムに合わせて歌って、続くらは3分の2拍伸ばして2につなげます。このようなリズムの時はターンタという弾みのリズムで歌ってくださればいいと思います。水森さんはここのらにフルフルッと細かい節を加えて歌っていらっしゃいます。このフルフルの技にも挑戦してみてください。そして2は憂いを込めて音量を弱めて3拍目で音量ゼロにします。なおさらに海の青さが、なおさらに胸に悲しみ誘いますの部分はすぐ前の海の青さがなおさらにの部分とメロディーは違いますが、リズムの運びは全く同じです。この部分もつぶやくように歌っていきます。むは優しく突き上げて、みは弱い音でぼそっとつぶやいたらすぐに音量ゼロにします。まにはふるふるっと細かい節を加えて、すは寂しそうに音量を弱めて、3拍目で音量ゼロにします。胸に悲しみ誘います。続く別れの言葉がの部分では別れでクレッシェンド、大きくしてバガでデクレッシェンド、小さくして歌います。和の入るタイミングは4拍目で1/3、一瞬の間を待ってからになります。レは優しくすくい上げます。別れの、とにナチュラル、本来の音に戻すという臨時記号がついています。前のコがファのシャープ、次のトは指示に従うとソの音になります。コの音を半音上げて、とを歌ったら、場でまたすぐ元の音に戻します。言葉、半音階の変化を歌うときは、メロディーが不安定、いわゆる音痴になりやすいですので、正確な音階で歌うように気をつけましょう。別れの言葉が、心が出るタイミングも、3分の1拍待ってからになります。ローから2はこれ以上ないくらいに優しく滑らかに歌います。2は次の拍子で一旦音量ゼロにします。心に、そして息継ぎなしで意を改めてもう一回言い直すように歌います。心に今も別れの言葉が、心に今も。続く一つ目のさは低い音から優しく突き上げます。そしてささとひとまとめにして歌います。二つ目のさは発音したらすぐにちっちゃいつを飲み込んで、次の拍子でたを歌うまで無音のまま我慢します。たが2拍目の拍子を待ちきれずに早めに出てしまわないように気をつけます。刺さった。ではつぶやくように歌って半拍で音量ゼロにします。刺さったままで。ぬは前の音を引っ掛けたようにして素早くすくい上げます。そして弾みのリズムに合わせて歌います。その後、次の拍子で、ませんと
三連符のリズムで歌うのですが、マは唇をしっかり合わせて強くアクセントをつけてマのように発音して歌うことがポイントとなりますので、このことも心に留めておいてください。抜けません、刺さったままで抜けません。それでは海のから抜けませんまで、原曲キーからマイナス1の伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。海の青さがなおさらに胸に悲しみ誘います。別れの言葉が心に今も刺さったままで抜けません。同じ部分を陽子の手作りカラオケに合わせてお一人でどうぞ。九十九里浜に入る前に、という伴奏が流れますので、これを覚えると出やすくなると思いますので、この伴奏を覚えましょう。そしてここからは気分を変えて明るく、やや強めに歌っていきます。九には軽くアクセントをつけます。そして2拍目は弾みのリズムでタイミングをとって順につなげます。弾んだ後の2拍目の最後の順は急いですくい上げたら次の拍子で元の音に戻しますので、遅れないようにスピーディーに歌います。そして順の最後のうを水森さんは甘ったるいニュアンスの歌い方をしながらヒューと音を放り投げるような歌い方をなさっています。十九十、この部分を水森かおりさん流ではない表現方法で歌ってみたいと思われる方は、最後のうを同じ音のまま優しくささやくように歌うという方法はいかがでしょうか。十、どちらの方法で歌っても、3拍目のうは1拍の間で音量ゼロにしたら、息継ぎなしで4拍目で九につなげるという歌い方は変わりません。それから、マは、歯の音より1音高い音からさらっと優しくすくい上げます。はまー。そして3拍目の拍子で、音量ゼロにします。栗浜九十栗浜。続くどこは弾みのリズムで、まあでは三連符のリズムで歌います。どこまで。そして三拍目からつを伸ばして4拍目で弾みのリズムでタイミングをとってから図につなげます。図にはフルフルと細かい節を加えますが、
次の小節の一拍目の拍子で句を合わせますので、もたつかないように気をつけます。続く、ここの図と句を伸ばすときには、思い出の地九十九里浜を訪れ、幸せだった日々を振り返りながら、万感の思いで遥か彼方を見つめている主人公の気持ちを想像しながら、切なげに伸ばします。どこまで続く、あなたのに入る前の小節の4拍目からトランペットの伴奏の音が流れます。その最後の音が、あの前の1拍目の拍子になります。これをきっかけにして2拍目から入ります。あなたのはやや弱い音で歌います。兄は吐息を絡めて優しく突き上げるように歌います。のは拍子に遅れないように、必ず3拍目の拍子に合わせて優しく軽やかに歌ったら、すぐに音量ゼロにします。あなたの、あなたのを歌った後、ハープシコードの伴奏の音が軽やかに流れます。その最後の音が、尾の前の1拍目になります。これをきっかけにして2拍目から面影に入ります。尾には軽くアクセントをつけて歌います。下は1拍の間で音量ゼロにします。面影、あなたの面影。続く消えぬままの部分はやや強く入って、次のクライマックスに向けてクレッシェンドしながら盛り上げていきます。木は弾みのリズムでお休みにして入ります。絵は前の音からすくい上げたら、甘ったるく放物線を描くようにヒューと下げます。消えぬは素早くすくい上げて伸ばしたら、4拍目の拍子でしゃくり上げます。ぬ、それからそのしゃくり上げた4拍目で弾みのリズムでタイミングをとって、4拍の最後で間に移ります。そして次の間は、前の音から悲しそうに持ち下げて感傷的に伸ばします。ママ消えぬ、ママ。それでは九十九里浜から消えぬまままで、原曲キーからマイナス1の伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。刺さったままで抜けません、同じ部分を陽子の手作りカラオケに合わせてお一人でどうぞ。いよいよクライマックスです。
潮風波音の部分は強い音量で弾みのリズムで歌います。シにはアクセントをつけて一音低い音からしゃくり上げながら歌います。カもナも全く同じように歌います。潮風波、おは音階は変わりますがリズムは同じです。音、潮風波音。そして少し音量を下げて一つずつ言葉をくっきり歌っていきます。ととくの前にはちっちゃいつを入れてポンと下げます。人影もなく潮風波音、人影もなく。それからまた強い音量に戻してどこまでに移ります。どこまでいいは潮風波と同じリズムで歌います。どこまでいい、手の前のちっちゃいつが4拍目の拍子にあたります。ここでしっかりとちっちゃいつを飲み込んでから手もにつなげます。ひとりは一つずつの言葉にアクセントをつけてはっきりと歌って4拍目で息継ぎをするまで強いまま伸ばします。どこまで行ってもひとり。それからうずめにの部分は今までより少しだけ音量を下げて歌います。うは強い意志を感じさせるように太い小姉で歌って、その後の3拍目で弾みのリズムでタイミングを取ります。そして図に入る直前でうの音量を弱めてから図はポンと下げます。図は入るタイミングも難しいですし、この曲の一番低い音をしっかりとした音量で正確に歌うというのも難しいと思いますので、気をつけて歌いましょう。そして図を次の小節の3分の1まで伸ばしたら、目につなげます。この3分の1拍はほんの一瞬ですので、目が出遅れないように気をつけます。そして2は伸ばさないで、すぐに音をかき消します。爪に。それから次の一拍目で息継ぎをして、二拍目からやや弱く来ましたと続けます。きと舌は吐息を絡めながら歌って、たは半拍でシュッと音量ゼロにします。来ました。爪に。来ました。そしてフィナーレの終わった恋をはこの曲の中で一番スケール感を出して大きく高らかに歌いますので、その前でしっかりと息を吸っておきましょう。4拍目の拍子で3分の1待ってから終わと入ります。そして次の拍子で元の音に戻して伸ばします。伸ばしている棒音のあは、2拍目の拍子を打ったらちっちゃいつを飲み込んで、2拍目の最後でたにつなげたら、3拍目ですくい上げます。終わった。そして3拍目から弾みのリズムに乗せて歌います。こは、4拍目の3分の1まで伸ばします。イに移るタイミングは出遅れないように気をつけます。そして3連符のリズムに合わせて歌っていきます。イは素早くすくい上げたらすぐに元の音に戻します。そしてすぐにオを前の音から持ち下げます。オは4拍の拍子までストレートに、その後はゆらゆらとバイブレーションをかけながら
万感の思いで伸ばして歌い終えます。終わった恋を それでは潮風から終わった恋をまで原曲キーからマイナス1の伴奏に合わせて一緒に歌いましょう。消えの部分を陽子の手作りカラオケに合わせてお一人でどうぞ。ここで九十九里浜を素敵に歌うポイントをボードにまとめてみましたので、一時停止ボタンを押して確認していただければと思います。水森かおりさんは NHK の紅白歌合戦に2003年に初出場されてから19年連続で出場されている名実ともに日本のトップシンガーでいらっしゃいます。皆さんにはぜひとも CD などでご本人の本物の歌唱をお聞きいただき、さらに九十九里浜の物語を深めていただきたいと思います。それではレッスンで私が歌っていた原曲キーからマイナス1の陽子の手作りカラオケをご用意しましたので、ワンコーラスを通してお一人で歌ってみてください。なお九十九里浜を他のキーで試してみたいと思われる方は、この動画の説明欄にリンクを貼っている陽子チャンネルぴったりなキーで歌おうという新しく立ち上げたサブチャンネルにいろんなキーのカラオケを収録していますので、ぜひともご活用ください。
陽子チャンネル演歌歌謡曲レッスン。今回は水森かおりさんの九十九里浜を深掘りさせていただきました。先にもご紹介しましたように、ご自分にぴったりのキーを見つけていただくために、新しく陽子チャンネルぴったりなキーで歌おうというサブチャンネルを立ち上げました。第1弾として夏木彩子さんの海峡の雪を配信させていただきました。今回の九十九里浜はその第2弾となります。まだ産声を上げたばかりのチャンネルですので、視聴してくださる方は少ないです。皆さんの熱い応援をよろしくお願いいたします。次回も素敵な曲を取り上げたいと思います。次回のレッスン曲の予告や様々なお知らせをホーム画面のコミュニティで公開していますので、ぜひともチェックしてください。それでは次回の陽子チャンネル演歌歌謡曲レッスンでお会いできる日まで、ごきげんよう。